おはようございます。今日は4月8日金曜日ですね。今日からさまざまなところで新しい春の出発、門出がスタートするんではなかろうかと思っております。まあFX の相場解説の方もね、昨日はちょっとドジをしちゃってすいませんでした。音声がね行ったり来たりしちゃったみたいで、改めて夕方撮り直したものをリリースしたんですけども、まあ、今日ねまとめてまた改めてお話できると思います。今週の要点はブレイクポイントが2つに絞れたよってことなんですよ。じゃあ相場解説をですね、日足の方から解説していきますね。こちらをどうぞ。今ご覧いただいているのが4月8日朝5時11分の、日足なんですけども、高値圏に入りましたよね。ぐーっとこういう風に進んでいったのが高値圏に入っていきました。で、高値圏で意識するのはダブルトップですとか、ヘッド&ショルダーとか、いわゆる変わり目の兆候なんですよ。で、今回一旦ヘッド&ショルダーを警戒したんですけども、そうならずにまたですね、このチャートバーは、こちらの125円で急回転して、下落に向かったこのヒゲの先端に向かっております。で、もう一つはこのゾーンの間ですよね。このゾーンの間、4時間1時間でまた解説しますけども、ここを突き破ることができるほどこの上昇の流れは強いのかどうかってことですよ。つまりこの上昇の流れが大きいと完全なる押し目になるわけですよね。変わり目か押し目かというテーマでお届けしましたけども、変わり目っていうのは何もね、そこまで上がってきたのが反対方向に行くことだけを指すわけではなくて、変わり目に入った時に改めてこうやって押し目を作ってね、上昇を強めていくってこともあるわけなんですよ。だから NG ってものがあるわけなんですけどね。じゃあちょっと拡大してみてみましょうか。日足を拡大してみてみます。はい、日足を拡大しましたけども、見えますかね。これチャートバーの先端でヒゲを出して急回転していってここまで降りてきたってことなんですけどもね、はい、ですので警戒するべきは125円ジャストのあたり、まあこの図でいくと125円の010となってますけども、ここを超えたら NG は大きく展開していく、つまりは押し目が完成するってことになります。現在ですね、下落した、このローソク足がこの同じ水準までは戻ってきて突破したんですが、さらにですね、ここに設定した4時間1時間のゾーン、これを抜けてくるかどうかってことで今レンジの中にいるということになります。はい、じゃあ4時間の方を見ていきましょう。4時間の中ではこのようにですね、この力点を横に伸ばしたところ、ビューッとね伸ばしたところ、その上の部分に展開がされてます。下の方はもうほとんど圧力がありませんので、このまんまやっぱり上昇に向かっていくんではないかなってことを考えさせられますね。現在価格は124円と言ってもいいところでございます。いよいよね、1時間で見たらわかるんですけども、レンジを抜けてとりあえず1時間のブレイクアウトを吐かすんではないかなというところですね。だからまずはね、1時間に切り替えますけども、124円台に乗れるかどうかってことになってきます。ほらね、ここで作ったレンジ、以前からお話してますよね。で、前お話したレンジってのはここにありますよね。で、この上昇は取れたと思いますけども、今度はですね、この124円のあたりをブレイクアウトして125円のヒゲ先まで迎えるかどうか、ひいては125円で逆回転したヒゲ先を突破して120円からですね、120円じゃない、126円から130円の方まで、大きく N 字を書いて向かっていくかってことになります。そこを争点にするわけなんですよ。改めてお話しますけども、はい、1時間を今日はしっかり見て、124円台に行けるのかどうか、124円に行ったらとりあえず125円までを目指して、リスクガードをしっかり引いてですね、まあ倍の方でエントリーしてもよろしいかと思います。で、これはね、時間帯にもよりますけども、場合によってはね、来週に持ち越すかもしれませんけども、125円を突破したら今度はですね、130円までこのドル円は見ていってもよろしいんではないかなと思います。多分この辺についてはですね、来週しっかりと論ずることになると思います。今日は材料相場になります。月の第1回目の金曜日ですからね。ですんで、もうね、18時には全てのポジションを清算していただいて、まあ、22時以降にはポジションを持たないようにする方が賢明だと思います。ただ今回の材料ね、いつものパターンでしたら一旦大きく下の方に行くんではないかなと思いますけども、全体的に見ると来週にはやっぱり130円に向かう軌道に、これは N を書いた後乗るんではないかなと私は思ってますけどもね。それでは今日は、まあ、エントリーできる方だけしていきましょう。
私は今日はね、積極的にはしないつもりですけども、124円を超えた場合、一回、ポジションを持ちます。そして、今日中にはないと思いますけども、125円を超えた場合、そこでもエントリーポイントを設定しておきます。それでは、相場解説は今週も以上でございます。お疲れ様でした。